バンボニ・アキラは中華人民共和国の軍人。中国共産党中央委員会委員、党中央軍事委員会委員、中国人民解放軍総参謀長、国家中央軍事委員会委員。階級は上昇。1951年4月、先制省を寛市し、アキラ県に生まれる。1968年2月、人民解放軍に入隊。 1975年12月に中国共産党に入党。1998年、少将に昇格。2005年7月、中将に昇格。2007年7月、北京軍区司令員に若い年齢で任じられた。当時の7大軍区司令員の中で最年少であった。北京軍区司令員に任じられるのに連動した形で、同10月21日には、 第17回党大会において、党中央委員に選出された。2009年の中国共産党政権創立60周年式典には、国人民代表大会代表として、大越平の葬式を務めた。次世代のキーマンであるとの分析が一部に出ている。2010年7月19日、上昇に昇格。2012年10月、中国人民解放軍総参謀長に任命。 同年11月、第18回党大会において、党中央委員に再選するとともに、党中央軍事委員会委員に選出。翌2013年3月15日、第12期全国人民代表大会第1回会議において、中華人民共和国中央軍事委員会委員に選出された。2017年8月30日、規律違反の疑いにより拘束された後、 2018年1月に軍事検察機関に身柄を送致された。2018年10月16日、中共中央は某の投石を剥奪すると決定した。2019年2月20日、一審判決で無期懲役に処され、同時に政治的権利の終身剥奪に個人財産没収が言い渡された。 ありがとうございます。